どうもゆめです。ピオラの皆さん、ビオリへようこそ。こんにちは。こんにちは。まあ今日はね、ちょっとまああれですね、はい、なんだよ。まあみんなに私が最近買ってきたとあるものをちょっと見せびらかしたいなというところでありまして、ね、そういう日和になりますね。なるほどね、うん、でもちょっと意外というか、なんか意外と今まで日和でなんかこうフィギュアだったりとかさ、ガチャガチャだったりとかさ、まあ開封したりとかもしてるじゃん、うん、そういう中ではあんまりやったことがないものかもしれない。なるほど、うん、あんまないと思うね。まあいいですよ。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、はい、じゃあ早速見せていこうかな。もう早速なんだけど、はい、こちらに入ってるんですよ、ここにね。なんだと思う？もうこれでなんとなくちょっと絶対わかんないでしょ、それ。いにしえのオタクたちならわかるかもしれないですね、これでね。絶対わかんないでしょ、それは。わかんないかな、わかんないかな。この紙袋だよ、このサイズ感。もうサイズ感でしょ、わかんない。ヒント、じゃあこんぐらいの今サイズ感です。斜めなんだね、じゃあ。あ、斜めじゃない、こんぐらいです。ほら、これで結構ちょっともうなんか見えてきたんじゃない？絶対わかんないでしょ。わかんないか。まあいいや、じゃあちょっと紙袋だよ。じゃあちょっと見せますよ、早速。はい。じゃ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 ーん、ステッカーですね。ステッカー。絶対わかんないでしょ。まあ、わかんなかったかな。絶対わかんないでしょ。これね、ちょっとね、見つけてしまったのがたまたま。マスキングテープ私買いに行ったんですよ。うん。うん、あの、ガレージキットのね、使うやつでね。うん。買いに行ったんだけど、ついつい買ってしまったわ、これはもう。ずいぶんいっぱい買ったね。しかもさ、これ1枚ね、結構ね、なんだかんだ300円、300円、400円、35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 0円、300円、結構いくんだよ、意外とね。確かにね。まあなんかさ、値段だけ見ると、ああ、結構安いかもって思ってさ、ついつい買っちゃうじゃんって、目移りしちゃって。まあなんで目移りする理由としても、早速見せますけど、まず一つ目まず見せよう。はい、どれから見せようかな。どれから見せようかな。まず一つ目。じゃじゃじゃーん。エヴァねー。エヴァです、これは。エヴァ。かわいいでしょう。初号機。なんかこれ若干さ、わかる？ちょっと、これ何？なんていうのかな、若干和風というか、わ、うん、かる、なんとなく、なんとなく、それがね、左の文字とかね、あ、そう、右下のところとか、そうそうそう、まあ、和風っぽいよね、実際これ雲の感じとか、これが私的にはなかなかいいなと思って、うん、ちょっと買っちゃったよ、ところでね。これがまず1枚目、はい。ちなみに今日の動画もこういうテンポでいくから。そういう時もあると。で、これね、じゃじゃじゃーん、通り部。ちょっと思い出深い作品ですから、通り部は。そう、あのね、通り部はまだ、あの、まだ六本木ヒルズで通り部展、まだ東京開催中、会期中、会期中、会期中かな、会期中なのでね、あの、結構行ってくれてる方も多くて嬉しいんだけれどもさ、うん、そうだよね。そう、あ、実は私ね、あの、先日、あの、両親と行ってきたの、実は、実を言うと。なるほどね。そう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 、珍しいっていうか、でも嬉しかったですね、私としては。そういうのもできてね、なんか普通に、だから一般参加者として何回か行ってるよね、うん、そうなんだよね。そう、何がいいね、お互いにね。そう、なんかね、すごいね、俺も何回か行ったし。そうだよね、うん、なんかたまたまさ、私がこう、そこにあの展示されてるね、私が塗ったフィギュアが展示されてるところにさ、なんかちっちゃい男の子がいてさ、ちっちゃい男の子がさ、お母さんみたいな人一緒にいたんだけど、で、ママ、マイキーの顔が真っ白になっちゃってるよって、真っ白だよとかって言ってたの。確かに真っ白だよね。いや、しかも結構あれさ、あの、割とこう、なんかちょっと、シーン的にさ、うん、確かに、ね。確かに、ね、余計に際立ってるよなみたいな感じで思ってさ、可愛かった。それそう、私実はさ、通り部で言うと、私推しっていうところで言うとね、うん、あのもともとドラケンだったりとかバジだったりとか、結構ね、なんか結構お気に入りだったりするんだけれども、うん、なんかね、あのこのお仕事をやらせていただくにあたってさ、通り部も結構最後までもしっかりと読んだりとかしてさ、うん、あと塗ったりとかしたわけですよ、はい、そしたらね、私結構ね、これ竹道がね、割とこう思い入れが深くなったというか、なんだかんだ竹道めちゃくちゃかっこいいし、主人公してんじゃんみたいな感じの味方になっちゃったんだよね、うん、で、私は竹道を買いました。なんだかんだでね、
やっぱりね、塗るとやっぱ愛着は増すからね、さらにね。本当にそうなんだよ。塗ったりとかすると、みんなもそうかも。ね、何かしら自分と接点があると、やっぱりこう愛着って。湧くよね。湧くもんだね。湧くもんなんですよ。はい。で、これね、次。で、次がこちらです。じゃじゃじゃーん。また買いって。そう。ま、でも、これはやっぱりなんかかっこいいじゃん。確かにね、かっこいいでしょ、これ買っちゃいましたね、これはね。これね、なんかなかなか使いやすそうな気がするよ、これは。キャラがいないけど、その作品の世界観がもう一目でわかる感じですよね、これはね。旗だよね。旗、うん、これはだからちょっと買っとこうかなっていうところで買いましたね、うん、はい、これが3枚目ね。じゃあ次、どう見せようかな。じゃあちょっと思考を変えてこれでいこうかな。じゃじゃじゃーん、北斎。そう、これいいでしょ。これ葛飾北斎だよね。そう、そうだね。これなんだっけ、有名なやつ。これ有名な、タイトル、ちょっとタイトルなんかある、書いてるっけ。そう、あるんだよ。あの、本来、葛飾北斎だよね。そうなんだよ。あの、本来これ青色でさ、波でここに富士山が見えるやつが、うん、多分みんな、あー知ってるって多分なると思うんだけど。オマージュみたいな感じだよ、これ。そう、これ可愛くないと思って。でさ、もう一個あってさ、これも買っちゃったんだけどさ、これがまたちょっといいセンスしてんだよ、これ。じゃじゃーん、また北斎や。北斎、これビールと枝豆。枝豆これよくない、これ。面白いね。これは結構発想の勝利だなと思って。確かに。で、見た目も可愛いって、おしゃれじゃん、シンプルに。だからちょっと欲しくなっちゃって、これはね、買っちゃった、2つ。最初どっちにしようかなと思ったんだよ。どっちも行っちゃったよね、これね。行っちゃいました、これ。ビールと枝豆面白いね、確かに。うん、面白い。クリームソーダも可愛い。うん。空の色が違うのもなかなかいいですね。うん。うん、こっちちょっとなんか、女の子好きそうな配色になってるじゃん。確かにね。そう。はい。で、次、こちらですね。じゃ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 ーん。これはもう私、デザインに一目惚れだったね、うん。完全に。はい。カプコンも買っちゃいました、こちらもね。ストリートファイター。はい、ストリートファイター。これ買っちゃいました。うん、確かにデザインかわいい。かわいいなと思って。超かわいい。いいよね。やっぱりステッカーってさ、派手な色がやっぱり合うよね。こういうピンクにしても、割と蛍光っぽいピンクというか、ショッキングピンクみたいなやつが、やっぱり、ね、ステッカーとしてこう引きで見たときにすごくおしゃれすぎて、買っちゃいましたね。一目惚れってやつよね、これはね。デザインに。はい。で、次こちらですね。じゃじゃじゃーん、呪術廻戦です。今ハマり中の、そう、私今結構暑いから、今だいぶ暑いです、正直言って。あのね、アニメが良すぎた、マジで本当に良すぎましたね、うん、はい、ちょっとくどいからも話さないようにするけど呪術は非術師を守るためにある。言い返さとるってこの時代がもうたまんないね。確かにね、ちょっとでも公式さんがまずもう公式レベルで狙いすぎてるぐらい、ちょっとなんか青春エモい、なんかもう眩しいもん、本当にそんな時代、あいつがあそこまで眩しいのってなかなかないよね。まあね、あ、確かに、あれはね、あのエンディングの映像とかも含めてね、うん、でこちらも買いましたやはりね。はい、すごいよな。なんかまあ大丈夫でしょ、俺たち最強だし、俺たちなんだよね、俺たちなんだよ。うるさ。しかもこの時はまだ俺なんだよね。うん、確かにね。まだそうなんだよね。うん。後にちゃんと僕に変えたけどね。うん、言われてね。ゲトさんにね、スベルにね、友情ですよね。これセットだよ、やっぱりこれに関しては。なるほど。セット。これもセットですよ、間違いなく。で、最後こちらです。じゃじゃじゃーん当時。ちょっと読んでみて。はい。勝負はこれからだろう。ちょっと寄せに行ってよ、そこは。なんでだよ。若干ほら、声こもってるから。覚えてないんだよ。声こもってる時ちょっと似てんじゃん。あんまり覚えてないんだよね。そっかそっか。勝負はこれからだろう。やっぱ解散が結構ね、イメージとしてある。強いね、イメージある。なんだかんだあるよね。うん、ちょっと強いね。この前私動画で話してたね、フィジーギフおじさんの動画。あれね、コメントでね、見ましたって結構言ってくれた人いてね。結構面白いね、あれ。あれマジで面白いよね。あれ超面白い、マジで。確かに。うん、で買っちゃった。あの結構ね、推しを買いました、私は。だから、うん、推しを買っちゃったね。はい、っていうの、ステッカーをね買っちゃったんですよ。いや、ステッカーちょっとやばいね、集め出したら
これちょっとコレクションしちゃうね。まあ1枚1枚は結構手軽だからね。手軽でもね、場所も取らないし。これでも悩みどころとしては飾なんか貼り付けたくなるんだよ、うん、もうさっさと可愛いから貼り付けて使いたくなるんだけど、やっぱちょっともったいないなみたいな気もしちゃって、一時貼らないと思います。私は、まあ、俺結構バチバチ貼るタイプ。ああ貼るタイプ、うん、どこに貼る。でも今私貼るとしたらもう iPad 結構埋まってるしな。うん、うん、どこだろうね。みんなはどこに貼るのかちょっと聞きたいね。じゃあね、うん、確かにみんなどこに貼ってます。でも私さ前自分のツノイズのステッカー出したじゃん前、うん、あの時バイクに貼ってくれてた人いたよね。うん、なるほどね。バイクもまあ確かにあれだね、うん、まあありだよね。どうなんだろう。でもみんなどうしてる。みんな教えて。やっぱ綺麗に保存してる人もいそうな気がするのよ、うん、いそうな気はするから。じゃあちょっと教えてほしい。私は一旦ちょっと保管するけどこれは、うんうん、ちなみにこれ以前に私が持ってたステッカーもう私は割と保存して取ってる今のところ、うん、自分で作ったやつはなんか今ポコポコ貼っちゃってるけど、そんな感じやね。でちょっと最後にこれちょっとこれも見せたいな。これちょっと私すごくね、見せ宣伝じゃないな、なんていうの、最近私映画見たんですよ映画、うん、この映画でねすごく面白かった作品があってね、うん、鬼太郎でございます。鬼太郎ね。鬼太郎です。ゲゲロウのやつね。そう、我々はですね、まあ、我々っていうかこれはあれかな、私の比率が高いかもしれないけど、うん、作品をさ昔キトルエキスポ去年だね、昔っていうか、うん、去年やらせていただいたんですね。キトルエキスポで私一点物のフィギュアとして岩倉さんに造形していただいたものを私が彩色して一点物で仕上げるってやつ、あれはもう会場でも販売されるってやつでやったんだけれども、うん、キトルエキスポ自体がこの映画の盛り上げる、こう言ってしまえば一環というかさ、うん、ね、なんか言ってしまえばね、そんな感じかもしれない。そう、そういう風に私は聞いてたんですよ、うん、だから絶対どっかのタイミングで見に行かなきゃと思って、実はほら参加してたからお誘いのあれも来てたんですけど、あの時期が私ちょうどね通り部の制作とかいろいろもう重い期間に重なって、もうドンピシャで重なってて、もう無理無理、もう絶対無理っていう感じだったから、つい最近行ってきたの、うん、ついに行ってきた。気になってたんだ私。めちゃくちゃ良かったですね。あれ面白いよね。だからね、ビオラーさんからちょくちょくこの映画面白いとかいうのもいただくんだけど、今はだから私ちょっと鬼太郎を若干おすすめしたいところですね、うん、まあなんだろうね、簡単にちょっと言わせてもらうと、鬼太郎って言ったらなんか割とポップなこう妖怪の話っていう風に思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんだ、うん、昔のイメージだったりとかさ。だけどね、この映画はちょっと一味違うぞと。生々しいです。結構グロい描写もまあ割とあります。ちょこちょこあったかもね。あったね。あれ R12 って書いてあったん、うん、そうそうそう。あれだからね、思ったよりもなんていう、内容がしっかり濃くって、うん、最近だったら都市伝説とかオカルトとかも結構ブームだったりして、私も見てるんだけど割とね、うん、で結構塗りながら見てたりするのよ。そういうオカルト的なものが割とこう好きだよっていう人とかでもなんか楽しめるような題材になってるんだよね、うん、なんか村の話、村の中、例えば呪いだったりとか、なんかそういうの好きな人だったら割とこう面白いかなっていう風に。あとはやっぱ鬼太郎のそのお父さんがイケメンだよねっていうとこやね、うん、うん、そう。だからイケメン成分がないと見たくないっていう人がもしいたとしたら、そこもなんか割とこうクリアしてるというか、うん、うん、っていう感じで結構面白かった。よし、そう、最後にこれ得点もらったから得点見るわ。これ何入ってるかマジ見てないんだよね。これ得点をもらいました。これ得点だよね多分ね。得点だろうね。ポストカードかな。それポストカードだ。かわいい。かわいいんだけど。めっちゃかわいいね。かわいいね。これ鬼太郎だね。そうだね。今回その鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ってやつの映画自体が、うん、なんで鬼太郎が誕生したのかみたいなところに繋がってくるわけ、うん、多分墓場の鬼太郎かな、だからね、うん、繋がってくるんだけど、なんかこんなこれあれだよね、このシーンはなかったんだけど、まあそうだね、多分そっからこうなるんだろうね多分鬼太郎がね、うん、そうなんだ。うーん、かわいいじゃん。かわいいじゃんね。って感じ。なんかもらえますから皆さん。はい、まあいつまでやってるかわかんないからね。確かに見れるうちに
確かに、せっかくだからね。確かにそうだね。私も今回実はさ、仕事の関係もあって、いつも行かない映画館に行ってみたのよ。うん、だどうなんだろう、これどこでももらえるのかな、特典って。わかんないけど。特典ってなんか物によってさ、いろいろあるよね。なんか今はこの特典だよとか、うん、もう終わっちゃったよとかでもいろいろあるからさ、わかんないけど、うん、あるかもしれない。うん、なんかゲットしました。っていうことでした。今日の動画はちょっとステッカーの紹介と、はい、鬼太郎の映画がめちゃくちゃ面白かったよっていうところで、はい、皆さんは最近何の映画を見ましたか？多分シード見たっていう人もいるのかもしれないですけれども、シード見たいですね。シード私も見たいですね。今私ちょっと結構勉強中なので、せっかく見るんだったらちゃんといろいろ分かってから見ないと多分面白さ半減だろうなと思ったんで、はい、私ちょっと気になってるから見たいと思います、映画もいずれ。はい、ということでございました。寒いので皆さんお気をつけてください。じゃあまた次の日和でお会いしましょう。バイバイ。